Do you know? 始まりましたタイトルコール行きましょうかね <coughs> 親分はイエス様,は,エス様はい、えー、始まりました親分はイエス様です皆さんおはようございますおはようございますさあ今日はですねまた先々週か先週はちょっと自分たちの方が出れなくて先々週のメンバーで、えー、今日も面白おかしく、えー、話を 進めていけたらなと思ってますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします,します、えー。パーソナリティのリュウちゃんです。ユキちゃんです。ユヒボウです。はい、えー、お二方よろしくお願いいたします。お願、はいします。さて、世間はですね、えー、ゴールデンウィークも終わりましたが、まずはゴールデンウィークはどんなでしたか、ユキちゃん。ユキちゃん。ユキちゃん。うん 家族でお出かけしましたね。うん、確かにね、名護、名護。名護だっけ、あれ、どこ、どこだっけ。名護まで。名護まで行ってきたんだっけ。で、久々にですね、なんかホテルに泊まりたいということで。名護の、あれ、どこだっけ、宮里。宮里。宮里か。宮里のホテルだ。うん。に、宮里蕎麦の近くじゃない、蕎麦屋。蕎麦屋の近く、蕎麦じゃないか。あぶ<な>そか蕎麦の近く。うん、うん、あの信号のところじゃないかな。うん に行っててきましてですね、えー、と日曜日の夜からちょっと月曜日にかけて、えー、泊まってきたんですけど、久々にですね、えー、と那覇市の方を離れてですね <laughs> <laughs> まあ同じ沖縄ではあるんですけど、<laughs> えと名護市の方にの、ね、ホテルに泊まってね湯 <laughs>、まあ、船にもゆっくり疲かれたのでいいかな、であと、まあ、自分の息子も楽しめたからいいのかなって思いました。吉坊は 何をしていましたかまあその辺ブラブラなはしないブラブラ自転車で <laughs> なはしないなはしないな、うん、なはしない <laughs> あれ吉勝は前だったらあの逃げ出したら名古屋で自転車で行ってたじゃん <laughs> 名古屋でプラプラじゃなかった <laughs> うんいかなかもう難儀 <laughs> 難儀<笑><笑>はいということで皆さんはこのゴールデンウィークどのように過ごしてたでしょうか はい、ということで埋設、えー、というか、えー、ここまでにしてですね、えー、今日はですね、まあ、先々週の続きになるんですが、えー、吉坊のさまざまなその泥棒時代の話がですね <laughs> 池田まだまだ、えー、掘り下げたらあるということなので <laughs> 今日も面白おかしく3人でやっていきたいと思います。 はいでは早速なんですが、えー、先々週にですねえー、と吉坊が泥棒してるときに、えー、警察に追われたり、まあ、逃げ方ですねっていうのをちょっと<げ>教えてもらったんですけど <laughs> その時にですね <laughs> あのなんだっけあ居酒屋の換気扇換気扇、うん、あなはの、うん 飲食店のダクトから逃げようとして逃げようとしたら抜けられなくなってお尻がったんだという話とかあとはですね黒場側に隠れて沼地に足がはまってどボどの使ってって沈みそうという面白い話をしたと思うんですけど。 えっとですね。まだ掘り下げていくと、まだまだ、えー、面白い。エピソードたくさんあるので、ちょっと今日はその部分をあの引き続き聞いていきたいなと思ってます。またやるのはい、<laughs> お願いします。攻撃あの皆さんがね。絶対真似できないやん <laughs>。真似できないようなことをね。あのしてきてると思うのでね。<laughs> その辺をですね。<laughs> はい、聞かせてもらえたらなと思います。さあでは。 ほかにどのような警察エピソードがありましたかいやもうここはどこだったかなえっと共同病院があるところ共同病院があるところってことはあれかえっとコハグラかコハグラコハグラだコハグラうんコハグの近くに金秀か何かあったんじゃないか兼重龍坊じゃない龍坊か龍坊 幽房のいや俺もこっちめ名わからんからさだからどこでどうなったかわからんけどんかね乗りたいことがあけどあの交番交番があるさ前にあああるねあの信号の信号のとこだよね中学校の前にこっちこの横道から入っていってなんかな 汚い民家ったんだよな汚い民てその汚い民家に入ったの入ろうと思ったけどここはお金ないと思って素通りしてこっちから 100m 行ったところに綺麗な綺麗なる綺麗な住宅街があるもうからんよこの辺で決めあれもうからん。 とっさに入ったんだよなあとっさに入ったの計画的じゃなくてもう,計画もう計画立ててなかったよああ<ー>おっここ,ここいい感じみたい,ない,い,いや開い,い,、うん、いてたからさ開いてたから開 <laughs> いてるとこどこでも行くってことで, <laughs>、うん、で入ったら、うん、まさかひる人いるとも思わんわん <laughs> また <laughs> おばあがいておばあが それいてたらいるでしょ。いるって思わんかったのその時。沖縄ああ、そっか。ああ、開いてたもんね。なんかね、鍵が開いてるってね、裏とかね。うん。おばあがいるんだよ。うん。で、このおばあが、ヌエルバーガーと言ったから。ヌエルバーガー。ヌエルバーガーじゃなくて、じゃあ帰るわ。って。じゃ帰るわ。ってすぐ帰ればいいのに。 ううろそしたら誰かが通報したんじゃない怪しい人がいるって。鉄板とかが来たよ。そしたら自分知らんふりして職員室されたわけ。何してるんですかよ、ボロボロしてるんですよ。今ねおばあちゃんから電話あって不審者がうろうろしてるって。 なんか持ち物持ってますあの危険なもの持ってます」とか「いや、うん、何も持ってないよ」と思って警察官が洋服調べようと、うん、下にしゃがむさズボンもみんな、うん、こう裾もで一人はパトカーに乗ってるわけうん、うん、そしたら右足のところにドライバー格好してたわけ <laughs> ううここししたたん。んやばいと思ってで警察官もう一人があのパトカーのところになんか用事しに行ったんだよその間に逃げたわけ「うん。ああせやべよパトカー早いぞ」いやそれ早いだろどう考えても早いでしょ逃げ道わからんのにここ。 あ、わかるところだったら、逃げ切れる。逃げ切れる。あ、な警察官じゃなくて、警察の車両が追ってきたってこと。うん。そうそうそう。なんで、細い道どっか見つけて、入ればよかったの。入れねえんだよ。いっぱいあると思うけど、あの辺。あの辺ありそう。ありそうだけ。あれが分からんのに。どっちかん。どっちが分からん。ないから。まあ、いいや、もう。うん。ここだったらいけた。手、手あげたよ。手。手あげたよ。うん。 なんで逃げるかと <laughs> なんか怪しいの持ってるのかいや何も持ってないよとかし、うん、たら逃げてる間に、うん、ドライバー捨てればよかったんだよまた持ってたわけ俺もずっとされたか捨ててないわけだたら <laughs>、うん、あこれ何かって、うん、よく分からん誰か差し込んだんじゃないか <laughs> <laughs> と自分差し込んで <laughs> <laughs> ちょっと出してみて言うから、うん、出すんですか、うん、はいって出したらこれドライバーじゃなくてこ,これ何するのっていや自転,自転車持ってないのにこれ自転車とここに止めてるんですよなんでって、うん、壊れてるからって、うん、だからこの自転車のところまで案内してって、うん、いやあの <laughs> なんか怪しいねというわけ、うん、いや怪しくないよって、うん 持ち物取って全部調べてもいいですかと言ったらなあ、あれ、買った内容とかポケットから出てきてはい、それで私は一応、警察に行く前、昔ののは今のパレットくもじここにあったわけああ、そうなんだうん。で、ここに連れていくからうん。 で一応あのあれあの肩が長かったから重刀法違反？うんうん、長いかったとかあるあ？そっか何センチ何センチ以上は重刀法違反なんだよね。<laughs> そうん確かにそれはあるね。それとドライバーもちょっと長かったから。ドライバーも長さがある。うん <laughs> 長さです。うんう七センチ以上だから、うん。ダメダそ<メ>うん、<laughs> からないねこんなので、ねうん。だからそれで俺も内地にいるときにあれじゃんあの意味もなく。 あの包丁を持ってたっていうだけで銃刀法で捕まってこの時はあれ、窃盗もしてないから銃刀法違反だけ。違反だけ。じゃあ満期マン交流で終わった。十日。十日？十日。で終わった。人交流。ああ一交流で終わったんだ。もうやるなって。人交流って十日なの？ 日、二交流が20日満期へえ全然わからないそれで「やった」やった10日で終わったから「やった」ってそうなってあの時那覇そばや日替建てだったんだけど汚かったよで なんていうもうもう味噌汁もよ。うん。なも入ってない味噌汁。なんも入ってない味噌汁って。ただの味噌とお湯で混ぜたやつ。うん。であとあのこの時歯あったからな。お新香バリバリ。この歯あったからな。今は歯ないけどね。バリバリ食いよってくる。お新香は美味しかった。美味しくも美味しかった。お新香バラバラ。なんも味噌汁 何も入ってないの <laughs> 朝,朝,朝はね朝はよかった朝は朝はパン、うん、<laughs> 朝はパン <laughs> パンと牛乳かコーヒー牛乳あの瓶のコーヒー牛乳あまだそんな時代だったんだね同じでそっか俺あれご飯が美味しいところはあったんだっけ那覇ではないのかな な那覇で沖縄では那覇署じゃないあの,あの今は富城署じゃないけどあの昔富富広署の、うん、なんかあの橋橋署みたいなもん穴みたいのがあったよ、うん、まだ大きくない小さい警察署みたいなあったそうそうそうここで ここは美味しかったここのご飯が美味しかっただから今全体的に美味しいのはヨナバルショかなヨナバルショけどヨナバルショってなんか話聞いたらあれでしょ留置するとこがないんでしょう昔はねあ、私がある時はあったああったんだあったあそうなんだうーん もうおいしいところがあるんだね。刑務所では何か8か所、7か所行ったでしょ。刑務所ではもう何か所行ったかな。刑務所ではどこが一番美味し北やろ宮城刑務所。宮城刑務所。おいしいんだ。天丼エビ天エビ天そんなのでるわけそんなの出てくるのあれ ?3 本入ってる。はエビは を食べたいね。普通に食べたいけど。普通に食べたいね。あれもぱいになるぞ。一杯になる。あとこの時だ幸せだね。そしたらね。うん。オニオンオニオンオニオンスーあとデザート。デザートもつくの？デザート。向こうはもう最高最高というのも二番目かな。二番目。それでも二番目なんだ。一番美味しかったのは向こう。 広島刑務所、へー、あっち牡蠣が出るから、牡蠣、ほら食べる牡蠣、うん海のね、海の牡蠣、うん、そんなの出るの？うん出るよ向こうは、へー、また土地土地の名物が出る、うん、熊本だったら馬サしへー、っていうかそれ刑務所って言えるのかね、刑務所、マジで。 ってないみたいなご飯が出るから。そう。沖縄県庁はダメだよ。沖縄県沖縄県庁はダメだよって。沖縄のもの出てこないの？あきゃあ今日は長期長期じゃないから。あああそうなんだ。あそうなの？短期と長期はちょっとあ違うんだ行くとこが。まあ九州まで行かなきゃいけない長期だととか。そう。ああえ長期だったら。 九州だったら熊本から鹿児島うん、うん。このぐらい,いかな、あとは。大阪。大阪、あ、大阪刑務所も行ったな <laughs> お。大阪の名物は何が出てくる。あ、今何でった。 <laughs> おやつはねもう,うお好み焼きが出て、ね、おやつでお好み焼きが出て、くるの <laughs> どうなのよ本当に。三 <laughs> <laughs> 時休憩おやつ好き。<laughs> けど今さすがに出ないでしょ。今はちょっとわからん。わからん。<laughs> ちょっと調べてみようかな今度ね。調べてみよう、ね、今度最近あの出てきた人がいたらちょっと聞いてみて、うん、聞いてみようね。うん <laughs> はい、私たちのところにはね、はい、<laughs> プロミスキーパーズという施設をやってるんですけどいろんな方がねやっぱ刑務所から出てくる方もいらっしゃるんでね今度聞いてみます、うん、今の刑務所の食事事情はどうなのって、うん、美味しかったのかどうか、うんうんうん、聞いてみましょうね <laughs> 気になりますね、うん、そこ <laughs> でも平成16年に韓国、うん、法が変わった時に、うんうん、それまではえ、ね 麦が七割でご飯が三あそうなんだじゃあほとんど麦ご飯で真っ黒さあ確かに色がでこれが平成十六年の四月か五月に麦が高くなったんだろうな逆にこれでも白米白米出る 白米けどどうなのやっぱり白米の方が美味しい麦麦ご飯よりご飯よりかはあれは慣れてなかったじゃんほら麦飯ばっかり食ってるからああそっかそっかうんまあだんだんだん美味しくはなってきたという面白いまあ 刑務所によって朝ごはん違うんだよなご飯は一緒だけどこの付け合わせ納豆とかあっちはね福岡刑務所はね明太子明太子が出てくるの朝ごはん食べに行こうから一回は行った方がいいんじゃない一回は行ったほうがいいんじゃない皆さんこれを聞いてはいけませんよ本当に どうやって行くかもわからないので一回は経験したほ一回は経験普通刑務所うんうちは行ったことないけど普通刑務所にいた人から聞いた話ではなんかあのあっちであのバザールバザー拘置所でつくった拘置とか沖縄沖縄じゃない全国で作ったう品物がここで

ややってたんだ。で俺がや,やらかしてよやらかしてよ、うん、あの木工工場にいたわけうん、うん、でここで種類、うん、の,のもん、うん、あの作ってたわけ俺たちは種類のもん係、うん、でどうしてもシンナーとかボンド使うさうん、うん、でもう 23人もうほとんどこれで酔っ払ってるわけさ <laughs> 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 運動時間になったわけ、うん、だからもう俺も酔っ払ってるからマスクに染み込まされてるから工場から運動場まで 2,、うん、2 3 0ル歩くかなそた、うん、ら1212していくけど、うん この工場から出て、うん、左が運動場なんや、うん、俺もうシンナー吸ってるからわからんわけだ、ね、<laughs> これまっすぐ行ってる <laughs> おーってお,ーお前どこよかこの時女子カツーと呼ばれたから、うん、あ<ー> <laughs> あお前シンナー吸ってるなーって言ったマスクミしてみてってったらシンナー吸ってるはい連行 <laughs> なんでそれ吸ってないんでしょ仕事でそのシンナーを吸っ な本当にそれは吸うためにマスクに染み込ませたってことうん <laughs> うんってささすがにそれはちょっとさどうなのって思うけど刑務所内でもやるのねある工場はねうんでも <laughs> <laughs> どこもハハ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  でこれから工場配置工場違うところ今度診断がないところ診断がないところいえもうこうえ病者病者と言っては美容人を世話するところえうん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 描写も大変だぜだろうねだろうねまあ給料はいいけど

うん。<laughs> <laughs> けどそれでさ普通の人だったらよ、うん、90万手に入るわけじゃん出た時にそれ手に入ったらさ真っ先に遊ぶんじゃん、うん、遊ぶじゃん遊ぶじゃん吉坊じゃんだ？うん。遊ん俺,<さ>俺その時は熊本で一泊して、うんうん、あの 鹿児,島鹿児島経由で沖縄に帰りたかったわけ、うんうん、あこれは2回目の話だよ、うん 2>, うん、2回目のうんでどういったか分からんけどよあの駒本バスター見になるから、うん、高速バス乗ったのはいいんだけど、うんうん、気が付いたら東北に向かってるわけだ反対 <laughs> 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 東北。<laughs> うん、あれなんで。らでも俺も、と、怒ってもへんわからんから。うん。で、途中で。うん、インターチェンジ。うん、すいません。これ。鹿児島じゃないですか。いや、これ東北ですよ。それ。どうしたらいいのと。鹿児島行きたかったんです。はい。うん、あー バたまたまこの辺で一泊泊まってこの辺で一泊泊まってで熊本のバスターミナルまで逆戻り逆戻りうんこ高速ようやく乗って鹿児島行ったよで沖縄に帰ってきてこっちで2日二日3日ぐらい泊まってたかな鹿児島にうん お金持ってるから。お金持ってるから、ちょっと遊んだ。観光もした。観光したよ。あれあれ。鶴が鶴が来るところ。あっちなんて言ったっけ。鶴が来るところ。泉泉泉泉泉み。え、いやいなかった。いないんか。鶴はいなかった。だって時期があるでしょ。時期鹿児島の新 でうん、沖縄までで、うん、フェリーフェリーであフェリーで帰ってきゃん飛行機じゃないんだ、うん、飛行機は墜落したら危ないから <laughs> 墜落したら危ないから <laughs> <laughs>、えー、一等席なハマいくらだったかな三万だったかなはあ、そんな安く帰ってこれんのへえ。 フリーそんなにするの逆に？三万もするの？けどだって一等って言ったらあれでしょ？二二番目にすごいとこじゃない？一番一番一番すごいところ？一等席だ。で高いレストランも高い。ああ、そっか。パンも高い。パン？パンパンとかさコーラと一緒。あ中で買える。うん高い。 円ぐらいうでもその時お金持ってたんああ持ってんでそっから沖縄沖縄帰ってきたよな覇なあこまでこっちからどこに帰ろうかなと思って今の都ホテルああシのこっちで泊まってこっちで泊まったんだ泊まってああ行くところもないしな 保護監察所行くかと言って、もうお金もだんだんだら、うんうん、もうなくなってくるから、じゃ保護監察所行ってくるかって、で保護監察所行ってエデン行ったわけ、あじゃ紹介されたってこと？たどり着いたんだ NPO のところへ、そういうことなんだね。あの時の先生はまあもういまだに忘れない鶴岡先生。 この人が「行ってみて」って言って「うん、行ってみて」って初めて行くのに連れて行かんか連れて行かないのかい人で行けって一人で一人で, <laughs> <laughs> でちゃんと一応たどり着いたたどり着いたよ、うん、タクシーででそこでまたエデンの中でいろいろあったっていう話につながるわけねそう,そういうことね <laughs>、うん、はい、はい、ということでですねまだまだ 掘り下げて話を聞きたいんですけどとりあえず1曲聴、えー、いてください。 It's all good, because what we're about to do, we doing it in the name of Jesus. Hallelujah, love. Hallelujah, love! Hallelujah, love. I feel so free, yeah. I uh -huh. don't want you watch your Sunday through you. にしないでよ「よりにぎこう力抜いてさ」そう I'm not his lovey he's been my soul 手物にある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では人に贈りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています雑貨を作る職人の方々も大歓迎ライフセンタービブロス堂キリスト教の本なら何でも見つかるキリスト教専門店ライフセンタービブロス堂新書中古本はもちろん ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市明保の三の六の二十四ライフセンタービブロス堂はい、えー。タイトルコールいきましょうかね。ごめんなさい。新親分はイエス様。はい。一、えー、曲聞いていただきました。 えーっとですね、まだまだちょっとよしぼの面白いエピソードいっぱいあるんですけどここで全部話したら面白みがなくなるので <laughs> 後半はですねちょっとあの聖書を、えー、読んでその中からちょっといろいろ話をしていきたいなと思ってますので「ゆきちゃんお願いします、はい、マタイの福音書24章43節」。 次のことを知っておきなさい。泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら家の主人は目を覚ましているでしょうし自分の家に穴を開けられることはないでしょう。44節ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され食事時に彼らに食事を与える。 忠実で賢いし、もべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるし、もべは幸いです。誠にあなた方に言います。主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。アーメンはい、ここはですね。まさしく。吉坊に少し当てはまってるところかな。あって <laughs> いっぱいはまってる。うん 思うんですけど、<laughs> よしかつ。じゃない、よしぼうは基本昼間活動は夜はしない。夜はほとんどしないな。だって、人がいるのに。ああ、そっか、そっか、そっか。<laughs> 確かに食事時だからね。でも。会社とか、事務所は行ったことあるよ。うん、あーあー。あーなるほど。夜の時間帯に。 夜のうん <laughs> <laughs> けどみんながほら寝静まった頃とかにこっそり入ってこってこそりとか入ることはあった行く,行く人はいるらしい時が、うん、旅入って時が旅あー音立てないようにってことかい、うん、ああ<ー>俺夜は入って民間に入ったことはないな <laughs> <laughs> 怖いもんな泥棒でも <laughs> 泥棒でも怖いもんな泥棒でも怖いもんな昼間におばあちゃんにやるのは怖くない <laughs> やらちょっとしたミスだったんだよ <laughs> <laughs> ミスで片付けるってすごいよね本当ね。本当にそれは俺すごいと思うわミスで片付けるってどうなのって思うけど挨拶したりね、うん、<laughs> でも,でも地,元地元では入ったことないな 名古では名古屋でも名古屋も分かってるから相手だなって手口手口で少し残すんだっけかその貧乏っぽいところはいろんな面でいろんな面であの一回だけ科学捜査というのがあるさ科学捜査 これはねどこだったかなあっちは今のロックの漫画倉庫。漫画倉庫。ここの会社に入った時だよな、事務所に。その当時は漫画倉庫だったんう違う違う違う。違う会社だった。これは 警察に釜かけられて「うん、あのよしかつお前の手,あの手口と似てるんだけどお前、はい、俺はちゃんと手袋とあんたあれやってるもんや」。<laughs> <laughs> でもなよしかつ今のな仮捜研はなうんどんなもんからでも指紋取れるぞと。うん いや俺、あのー、手袋してたよ俺の指紋残るわけないや、うん、じゃお前がやったのかってなんで、うん、お前手袋はめてたと言ってるだろう、うん、いや違う違うあれじゃないだからだたらお前がドライバー持っていたのと、うん、あのお前がこじ開けようとしたのあれが一緒なんだよって傷ついて、うんあのー、傷ついて。 うそんなことはないけどな俺一回しかぶち込んでないああなもうバレたなお前がだなあれじゃあってことは証拠は出てなかったってこと証拠は出てないんだよね<も>言わなければそうそうで <laughs> 手袋からも今取れるらしいよ手袋からこの指紋が捕まえたところなんかこの繊維うーん このほらあの繊維でこの残ってる繊維この現場に残ってる繊維と俺が残ってるの手袋これ調べてこうやって唾液も調べられるああその時にかまってく血液型んだかだっん分からんってことはないでしょ自分の血液型うん いだな、やっぱりなはいって言うんださすがだね引き当てしに行った時に「いつかそば食べるか」って「いいよ」と「あと手錠かけていくな」って言ったわに手錠外すよってそば焼いたんでまあ逃げる気はなかったからさそば食ってるからもう どうせ逃げきれないから、うん、もういろんなところ引き当てでいろんなところで食べてよ食堂弁当も今のほらあの雨くらい病院があるさ、うん、うち前はあってたっ気象台だったから<ー>の気象台の駐車場でよ<ー>しかと俺寝とこから俺たち寝とこからもう逃げるなら逃げれって <laughs> 逃げないよ逃げるなら逃げね あの当時はねそんなあれだったんだようーん手取り手のベストでタバコも吸えよったからあの時代俺って俺が若い時はそうだねうん俺ん時もまだ吸えてたもんねタバコはね、うん、<laughs> だから優しい警察官というか刑務官の人たちがあの,警察,あのなんだっけ警察官と話して、うん、あの外に連れ出して 取り調べとかないのに取り調べ室でタバコ吸わせてもらったりジュース飲ませてもらったりはしてたけどね懐かしいね一つはな一つはあるってのあれなんでうんこの人優しくしていたら本人もだんだん心が開けてくるだろうああそういうことねバラしよったもんあれがそんな感じはしよったね今ね それで答えちゃうんだよね、きっとね。優しくされてね。でもさ、刑事でもさ、本当はやくな刑事もいるからな。何回殴られたから。まあ、それはしょうがないよね。それはしょうがない、これはね。今、今やってみれば大変なことなの。やばいよね。今、今取り調べの時、今、録画もしてるから。うん。そうだね。あ、確かに。 あの時はできなよしかとやってお前やってなければさ、うん、あここはと100回できるだろうが、ね、<laughs> <laughs> <laughs> 面白いっすね <laughs> いという100回やったよ <laughs>、うん じゃあここはお前がやってないんだなだから先からやってないと言ってるやんここはここはここはね <laughs> でも平俺がもう最後に捕まった時、うん、平成6年、うん、あ平成6年じゃないな窃盗で平成5年か、うん、この時のもうもう,もうこれ以上言わんでくれってうん なんでよ俺たちがもう引き当て行くのなんでだからさもう言うなお願いだから <laughs> 警,察警察にお願いされたらもう言うなってお願いされたであのナハマラソン、うん、あっちほらあっちでもおけびきしたことあるわ、うん、おこれ入ってるなと思ったら、うん、なあ着替えとバナナ着替えとバナナだった <laughs> バナナは食べた食べた食べたんだ この時40件したかなでも40件してもお金入っていた袋もあったの袋というのはバッグあれあのこの出演者がいるさ出演はどうしてもあれがつけるさ、うん、これあのちょっと盗んできて、うん、これつけてうろうろしてた。 ああ、そう、確かに、それ着てればね。ああ、まあ、ば、わからないからね。でもね、これを。荷物置き場に持っていくふりして。キョロきょろ、いらい。持てば、持てばに持っていく。と、まあ、そういうよしぼうなんですけれども。まあ、さっきの話に戻るんですけど、そこで、ね、うちの、まあ。牧師である、まあ。 ねえー、りょうちゃん,かちゃんに、えー、やっぱりいろいろ迷惑かけましたね本当にもうここに書かれてるみたいにねけど今はさよし坊はさその牧師にさ ここにに書いてあるよう主人によってその家のしもべたちの上に任命され食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべって書いてあるみたいにさ今はもう本当にうち、うんまあ、プロミスキーパーズっていう、まあ、あのホームレス支援団体 NPO 法人なんですけど、うんね、やっぱり今ちょっと介護必要な人とかもいるさ。やっぱり もう吉坊はもう15年ぐらい、うん、もうそういう盗みとかやらずに真面目にやってるさ、うん、でそういった人たちで介護したりさ、うん、本当にもうゃん、うん、で本当に見てて思うのがさもう本当にどうにもならないそのお年寄りとかさに対しても今食事をさあ食べさせてあげたりとかさ、うん、結構してくれてるじゃん。うんうん だから、まあ、昔その刑務所にいる時からなんかそういうのをやってたっていう話はまあ皆さん以前したと思うんですけど、うんうん、だけどね本当に思うけどよしと同じ仕事が俺らにできるかって言ったら多分できないはず。うん、<laughs> 間違いなくね ら一一回回経経験験してきたいいごめんうちはさそういう経験してきてる人が大半だからさ多分言わなくても分かると思う世間一般の人たちに対してってことでしょけど一般の皆さんこういうことはしてはいけませんよ本当にはい気をつけてくださいなかなかねそんな入れるわけじゃないからねそうそうそう <laughs> そうなんですよ、本当にね、<laughs> 相談とかもいっぱい来てるしね、うんうん、本当に自分たちがいなかったら、その人たちはまたどうなってんだろうっていう部分もあるんでね、大変ですよね一。一番大変だったのが、あのも,うもう亡くなったけど、山路、うんえー、山城さんって江戸にいたよ、この山路。うん 元新聞記者。うん、この人がもう認知症だったからさ。さ、うん、で、向こうで俺食事、あのキッチンに入ってたわけ。うん。だから、いきなり、お前は何者だ俺の部屋に来い。言われて <laughs> なんで <laughs> 俺なもんやってなるなうん。<laughs> あのこの 山地が先生に「名古屋祭りに行きたい」と言って「一人で行かしたのはいいんだけど帰ってこない」先って言ってそしたら名古屋で保護されてたなでそれからエデンからこっちに移ってきたわけあ那覇の方にうん秋物 えー、日会のだよに、うん、でここでもさもうもうあ,あとマイピーあの前原名、うん、前目出すのあれ <laughs> 前出しちゃったけど、えー、もう,もうと夜はもう外に出さんようにしてたわけ。うんうん 地下に行ったりしたりしたから、うん、地下でうろうろしていたり、うん、もう裸になって、うん、大変だったこれ <laughs> なんで先生ここに連れてきたかもう大変だったあ <laughs> で謝らないといけないねっだからマイに謝らない <laughs> <ー>名前出しちゃったからね <laughs> これを、この放送を聞か、あの、聞かれ、聞いてるのが聞いてないのかはわからないけどね。一般の人、わからんよ。い一般の人はね、一般の人はわからんけど、俺らはわかるじゃん、やっぱり。まあ、謝ってくださいね。うん、多分聞いてないと思うけど、仕事で忙しいから。公ーいっぱいで。うん。和解するから、大丈夫。公ーいっぱいで。和解できるんだ。しかも、あの、甘いやつね。うん。あ、あれね。うん。山爺。 がもうここではもう、うん、あの受け入れられないもうできないと言ってうん、うん、施設探したわけ、うん、あさとにある、うん、でここに移して何,何年かして死んだよ亡くなったよ、うん、そうだからね本当にうちの施設はねもう今ほとんどがもうお年寄りの人たちが多いからね本当に大変だと思うけどその世話をしてる吉坊は 本当にねもうクリスチャンになって神様から認められてこれを用いられて今の仕事があるはずだからさ、うんね、まだまだだだってけどだっていつもさりょうちゃんが言うけどさ今までお金を盗んだり取ってた人間がさ今その住んでる人たちのお金を預かってさ、うん、みんなにこう渡したりとかっていうこと自体がまずないじゃんどう考えたって。うんうん まあ、たまにちょンぼするけどなそれはそれはだめだろうそれはだめだと思うけど <laughs>、うん、けどね、うん、もうほんと皆さんだってそういったその盗みとかやってどれぐらいな何十年ぐらいだっけ捕まるまで捕まるまでだからもう何十年だろうな泥棒やってた相当だよね。<laughs> <laughs> けどここまでね、本当にね、皆さん、変わるんですよ、我々クリスチャンはねイエス・キリストというね罪のためにかかってくださった方を信じればね、こういう風にやって、吉しみたいに変われますそれもまた刑務所での経験を今に生かすっていうのがまた素晴らしいそう時熊本で介護のやっっててかたす。 うん。いやでも疲れるぞ。刑務所の介護は。あそうなんだ。だ大体何人ぐらい見てたの人全員何人で見した ?3 人。3人で50人を見るわけはあ。起きれる人はもう半分以上だから。起きれない人もいた。うん。ももううみんなほら 20年もうみんなほとんどがムキだったからあ<ー>あーそっかうんだかほら番号が違うさ、うん、あの下に行くほどみんな 10, 10代半だからうん殺人とかこうムキの人うん,うんもう100番100番いかみんなムキか、うん、もう出られない人うーんへえああもう 最初の頃は大変だったなクソは投げられるし文句は言われるしご飯はこの50年分俺たち3人で作らんといかんい別に、うん、作りもしたんだご飯もうんすごい先輩二人いるからそのいいよ何でもいいやとって何でもいいやって <laughs> 一般の、うん 食事作るのと、この介護する。栄養士もいるから、栄養士も。介護、介護のところに、この栄養士が。女の人だったからよかったんだ。女の人だったんだ。三人喜んでた。まあまあ確かにそうそういないからね、女性の人ってね。年齢一回変わるわけ、栄養士が。男の人が来ることもある。 でも私は女の人だね大体ね多分ねうん女性うん女性あのデレデレしようデレデレしてよってうんいろんな経験をしたきてだねだから俺みたいに歯のない人のご飯も刻みしないといかんっておかゆうんううも食べさす大変だったんだ食べたの それがあるから今できるまあやりたくなかったけどお金が所要金が24時間ぶっ通してたのにああ寝る時間とかはなかったのもう寝る時間もカミンカミん。だな中でなくなる人もいるからああそっかこの人たちも 亡くなった人もお風呂に入れてきちんとして送り出さないといかんからそういうのも全部やってたってことだ頭おかしくなるね普通の人からしてみたら、うん、絶対できないよねうんできないだか,ら行く人はだから俺俺に広い,広い矢がたた立っってしまったんだよ熊本で沖縄だけの工場があるわけうん、うん 方言喋るから。なるほどね。あれしないとだ。ちゃんと親父が沖縄の人だったから。吉しと一個かなるほどね。いいぞ、障害金はいいぞ。言ってもいいぞ。行ってもいいぞ。はい、ということでいろいろまあ今日もね、吉坊に。 関しての面白い話を聞けましたえ当にねんか自分たちの時とりょうちゃんがいる時とで全然よしぼうの話し方が違うのでねさて来週はりょうちゃんは来てくれるのかしらどううでしょはとりあえず今度は3週目かな3週目の火曜日に皆さん お会いしましょう。お会いしましょう。はい、りゅうちゃんでした。りゅうちゃんでした。きぼでしたそれでは、皆さん、いい一日を送ってください。